はい、こんにちは。今日は、音ですね、音がしますよね。私が喋っている声が、聞こえていると思いますけど、なんで喋っている声が相手に伝わるのか、ね、聞こえるのかっていうことについて。実はその音には性質があってね、まず一つ目、音は振動で伝わるんです、ね。私の声が震えている、振動する。でそして、聞こえているとか、この空気も振動しているんです。震えてるんです。見えないけど ね、振動で伝わるんだ。音は振動によって伝わる。でそして音は振動が伝わって聞こえてくるんだ。振動が伝わって伝わって相手に届くんだ。どういうことかっていうとね、まず、例えば糸電話ね、こういうの糸電話って言いますよね。大体聞こえるわけです。まず喋りますよね。まずその人の声帯、声が震えるわけです。声帯が震える、これ振動するわけです。ブルブルっとね。そうするとその振動が空気に今度伝わるんです。空気が振動するんです、ね。でそして今度は紙、この紙が振動するんです、ね。で今度糸が振動するんです。この糸が次はこの紙コップが振動するんです。でこの紙コップの振動によって空気が振動する、ね。で、その人の耳の鼓膜が振動して聞こえるわけなんだね。ね、いいかな。じゃあ3番目、音を伝えるものがあること。音を伝えるものがないと実は聞こえないんです。なぜなら振動が伝わらないからです。例えば私たちが今聞こえるのは空気があるから伝わるんですね。糸があるから糸が振動して伝わる。紙があるから紙が振動して伝わるね。耳の鼓膜が振動するから、耳の神経まで伝わるんです。場合によっては金属だって水だって振動するから、金属でも水を通して水の中でも音は聞こえるわけなんです。で例えば空気がないところでは音は聞こえませんね。これこういう実験するんですけれどね、フラスコにガラス管、鈴を用意しておきます。で下に水をちょっと入れとく。これこと当然振るとね、チリンチリンって鳴き、聞こえますね。鈴が振動してね、これ、この空気が振動してフラスコが振動してまたここまで振動してきますよね。で、こういう状態のものを加熱して水を蒸発させていきます。水蒸気を発生させます。そうすると水蒸気を発生させると空気は出てっちゃうね。空気は出てってしまって水蒸気だけになります、ね。水蒸気だけになったところで閉じちゃいます。さあじゃあ水蒸気は入ってるわけですからね、この状態で鳴らしたらやっぱり鳴るわけです。チリンチリンってね、水蒸気が振動しますからね。でこのあと水蒸気でいっぱいの丸底フラスコを冷却して水蒸気を水に戻します。いい？水蒸気いっぱいだったものをね、何かで冷やして水に戻しちゃうんです。そうするとこの中にはもう空気がありませんね。空気がない状態でこれ鳴らすとこれだけ何も音が聞こえないんです。音はしない。これだけ。
あとはみんな聞こえるんです、ね、伝えるものがあるからです。空気だったり水蒸気だったりね。で、いくらここでリンリンって鳴ってても伝える空気がないからここまで来れないんです、ね、いいかな。でその次、音はね、あと反射しますね。ヤッホーって言うとヤッホーって返ってきますよね。これ山とか硬いものに対して、学校の校舎なんかもね、ヤッホーって言うとヤッホーって返ってくるでしょ、ね、手を叩くとパンパンパンって返ってくるね。で今度反射の反対、だけども布団に向かってヤッホーって言ってもね返ってこない。音は吸収されちゃうんです。音は吸収される、ね、柔らかいものに音を出しても、音が吸収されるから反射できないんだと。はい、じゃあ、ここまで、もう一回確認しましょう。音の性質です。音は振動で伝わります。空気が振動するから伝わる、ね、糸が振動するから伝わる、紙が振動するから伝わる。そして音は振動が伝わることによって聞こえてくるんだと。声帯が振動する、そうすると空気が振動する、紙が振動する、糸が振動する、紙が振動する、空気が振動する、そして耳の中の鼓膜が振動して、脳に反応する、ね、こうやって振動が伝わることによって音は伝わるんだ。そして音は伝えるものがあると振動する、聞こえるんだと。だから伝えるものがないと聞こえなくなるんだ。振動が起こらないから聞こえなくなる、ね、水を入れた丸底フラスコ、ガラス管で空気を出し入れできるようにして鈴を2個つけておく。チリンチリンと振ると鳴ります。振動して丸底フラスコが振動して、またそのまた空気が振動して耳に入るわけです。さあこれを熱して、水蒸気を発生させる。水蒸気を発生すると中に入っていた空気は出ていきます。空気が出ていって水蒸気だけになったところで閉じます。さあこの中には水蒸気だけです。どちらも水蒸気が入っていますから鳴らせば鳴ります。振動する、空気が振動するね、フラスコは振動するで、鳴るわけです。さあしかしこれを水蒸気だけを入っている丸底フラスコを冷やして水蒸気を水に戻しちゃうとね、水に戻しちゃうとこの中には空気が全くない状態になります。空気が全くない状態で鳴らしても空気がありませんから振動するものがないんです。だからここで振動が起きないんです。だからここで震えてもここがダメなんです。ね、だから聞こえない。このね。あとは音は反射する。ね。硬いものにぶつかって帰ってくる。音は吸収される。柔らかいものにぶつけても音は吸収されて聞こえてこないんだっていうことね。はい。じゃあ、何度か聞いてみてね。すっきりしたら問題解いてみてください。じゃあ今日はここまでにしましょう。